では、エフィシエントエスティメーションオブワードリプレゼンテーションインベクタースペースという、ミコロフラの文献を紹介します。梶原智之です。ベクトル空間における単語表現の効率的推定という研究ですが、この研究は、超大規模なデータセットを用いて単語のベクトル表現を、学習します。で、この超大規模っていうのは60億語のデータセットから1000次元のベクトルで、これをなんと2日で学習できるということで、超すごいです。で、このミコロフさんたちは、2つのモデルを提案していて、コンティニアスバグオブワーズモデルっていうのとスキップグラムモデルっていうのを、提案をしています。で、この2日で高速に学習できるものがこのコンティニアスバグオブワーズモデルになっていて、スキップグラムモデルはこれ 2.5 日ぐらいかかるんですけど、性能はスキップグラムモデルの方がかなりいいという感じです。で、これを、ステートオブザアートなニューラルネットワークの言語モデルのと比較をしていて、そのニューラルネットワークの手法と比べてはるかに少ない計算コストで大幅に精度が向上するというものです。で、研究の背景としては、さまざまな NLP のアプリケーションが単語を単位に構成されていて、当然高品質な単語ベクトルは欲しいよねっていうところから始まります。で、高品質なベクトルが欲しいっていうことで、当たり前な発想ですけど、超大規模、できるだけでっかいデータセットから学習して良いものを得たい。で、そのために計算を効率化して高速化したい、自然な流れだと思います。で、ここで計算を効率化した結果、なんかなぜかすごい結果が出た、びっくりっていうことで、なんかキングのベクトルからマンを引いてウーマン足したらこれクイーンのベクトルになってるじゃんっていう、あの意味が表現できてるっていうの、なんか驚くことにすごい精度が良いみたいなことを、原稿の中でも書いていました。こういうものです。背景の技術としては、フィードフォワードニューラルネットランゲージモデルっていうのとリカレントニューラルネットランゲージモデルっていう、2つの基本的なニューラルネットワークを用いた言語モデルが、出てきます。で、統計的な言語モデルとしては N グラムモデルが一般的ですが、近年機械学習の発展によって、大きなデータセットで複雑なモデルを学習することができるようになってきました。で、その中で、特にニューラルネットワークに基づくこの言語モデルっていうのは N グラムモデルよりも大幅に優れていることが知られています。で、このニューラルネットワークは、大規模なデータから複雑なモデルを学習できるので優れているんですけれども、でも複雑な計算するからやっぱり、計算量は、計算のコストが高い。で、そこで、この文献の中ではハイラキカルソフトマックスという手法を用いて計算量を削減しています。で、これは、単語数が、でっかいデータセットになると、語彙数も増えると思うんですけど、この単語数かかるところの計算量を単語数の、対数の、対数時間の計算量に削減することができていて、ここで、大幅に、計算のコストを下げることができています。さらにディストビリーフっていう大規模分散フレームワークがあって、これが1万6000コアで並列学習を行ってくれるんですけど、このフレームワークの上でこの実装することでものすごい早く動くようになっています。で、ニューラルネットワークということでパラメータたくさんあるんですけれども、それはアダグラッドという方法ものを使って学習率の自動のチューニングをしています。こういうのが背景の技術です。で、提案モデルについてですが、簡単に説明します。ニューラルネットワーク、インプットレイヤーと、プロジェクションレイヤー、ヒドゥンレイヤー、アウトプットレイヤーというふうに4つのレイヤーで構成されています。で、このうちニューラルネット言語モデルの、計算の複雑性はほとんどがこのヒドゥンレイヤーで引き起こされるということになっています。で、今回の提案モデルは、ここを消そうというここを消して、効率的に学習できるシンプルなモデルになりましたというものです。で、この手法、モデルについての詳しい話はこの文献の続きの文献で、ディストリビューテッドレプレゼンテーションオブワードアンドフレーズアンドザコンポジショナリティという、
続編の文献で詳しく説明されていて、この文献の中ではモデルについての詳しい説明は、載っていませんでした。で、書いてた範囲で説明をすると、コンティナスバグオブワーズモデルっていう左側のものは、これは文脈に基づいて現在の単語を予測するっていうものになっています。で、インプットのところで、その単語の前後の単語を与えて現在の単語を予測するっていうものです。で、スキップグラブモデルはまあこれをひっくり返したようなもので、現在の単語からその単語の周辺の単語を予測するっていうモデルになっています。まあ、どちらもこのヒドゥンレイヤーがなくなっているっていうところが、まあ、簡単に言うと分かりやすい例あの話です。で、このコンティニアスバグオブワーズモデルにしてもスキップグラブモデルにしても、これらのモデルは計算コストが非常に低いので、大規模なデータセットから単語ベクトルを計算することができるということです。で、これを、先ほど説明したディストビリーフ分散フレームワークの上で、計算することで、例えば1兆語のコーパスを使っていても基本的に語彙サイズを無制限の状態でこれらのモデルは学習することができるということです。で、これは既存のステートオブザアートなモデルよりも数桁大きいので、まあ、すごい進歩だという話です。ここまででモデルの話は終わりになります。で、でこのモデルの評価方法の話になりますが、この研究では人手で類似する単語のリストを作って、そのリストの中から、単語を自動的に選んで最終的に意味的に5種類、構文的に9種類の、単位で8869、1675の質問を作って、これを評価用のセットとしています。で、これらについて完全一致で精度を見て全体の精度で比較しようというものです。それぞれ2つずつ例を出しているんですけど、例えば、シティ・イン・ステートっていう関係で、そのシティっていう単語リスト人手で作ったものとステートっていう単語リスト人手で作ったものから自動で単語の組を取ってきて大きなセットを作っているんですけど、まあシカゴ と、イリノイっていう関係と、なんだっけこれストックトンとカリフォルニアっていう関係が、ストックトンはカリフォルニアの、都市ですみたいな話で、同じ関係ですよ、まあ、あれかウーマンとかの方が分かりやすいか、マンとウーマンの関係だとブラザーとシスターだったり、グランソンに対してグランドーターが、対になってるよとか、こういうものが、評価セットです。マンとウーマンみたいな意味的なものが5種類用意されて、意味的な関係が5種類用意されていて、過去形とか複数形とかみたいな、この構文的なものが関係が9種類、定義されています。で、コンティニアスバグオブワーズモデルで、データ量と次元数を増加させた時の結果がこれなんですけど、これは Google ニュースコーパスっていう約60億トークンのものを学習していて、コンティニアスバグオブワーズで3世代分の、ニューラルネットの学習をしています。で、まあ、当然っちゃ当然なんですけど、学習データを増やせば増やすほど良くなって、次元数も増やせば増やすほど良くなるっていう話です。で、まあ、この結果見ても当然だよねって思うかもしれないんですけど、学習データを増やすっていう実験は多いんだけど、単語ベクトルの次元はだいたい50から100程度で計算されることが多く、比較的低次元な研究が多いで高品質な単語ベクトルを得るためには、まあ、ベクトルの次元は100とかでは全然足りてなくって、学習データだけじゃなくってベクトルの次元数も、もっと大きくしないといけないよっていうのをこれは示しているんだっていう話です。で、次モデルの比較をします。今度モデルの比較は LDC コーパスっていう 3.2 億語の、まあ、語彙数は 8.2 万語のコーパスを使って、全て600次元の単語ベクトルを学習したものです。で、まあ、この表を見てもらうと、まず、フィードフォワードニューラルネット
モデル2つ目ですねが、リカレントニューラネットモデルよりもまあ明らかに優れている、意味的な関係でも構文的な関係でも明らかに優れているというのが分かります。で、提案手法であるコンティナスバーグオブワーズモデルっていうのは構文的な、関係においてタスクにおいては、フィードフォワードニューラルネットモデルよりも優れていて、意味的なタスクでは、同じ同程度ですと。で、スキップグラムの方は構文的な関係のタスクではコンティナスバグオブワーズモデルには及ばないけれども、今までのニューラルネットモデルよりは良いっていう結果が出ていて、意味的なタスクにおいては、どのモデルと比較しても圧倒的に良いっていう成果です。で、これを、自分のモデルだけじゃなくって現在公開されていてこう誰もが利用できる、単語ベクトルと比較しようというものです。で、さっき次元が少ないという話がありましたけど、確かになんか今までのものは50とか、せいぜい200次元のベクトルが公開されているので、640っていうのがありますけど、これは、ミコロフさんの この人の、ニューラルネットワークの単語ベクトルです。公開されている中でも実はこのミコロフさんたちのものがもともと一番良かったようなんですけれども、今回の、コンティナスバーグオブワーズモデルとかスキップグラムモデルっていうのは、今公開されているものと比べて、はるかに圧倒的に精度が高いっていうことになっています。で、この300次元で 7.8億語のコーパスの学習をするとかいう、この条件で、1つの CPU だけで学習する場合にコンティナスバグオブワーズモデルだと1日、スキップグラムモデルでも約3日で計算できるということです。で、これを、ディストブリーフ分散フレームワークの上で実装すると、さっき300次元とか、なんぼだっけ783メガワードとか言ってたのが1000次元で6ビリオンとかのコーパスになっても、140コアとか125コアとか使いながら2日とか 2.5 日で計算できるようになって、精度も、さっき50いくつとかだったのが65ぐらいに上がっていて、高速に、高精度な単語ベクトルが得られますということを示しています。で、ここで一つ注意しないといけないのは、このニューラルネットモデルですけど、これは1000次元でやろうとすると時間がかかりすぎて終わらないので、これ100次元でしか計算してないけど、14日間2日とか 2.5 日に対して14日間かかっているっていう感じです。で、精度も及ばないです。で、これでもう最後になりますけど、今回得られた、学習できた関係の一例です。関係の例は例えばこのフランスとパリに対して、イタリアと何ですかみたいなことを聞くんだけど、この関係の例ですね、フランスとパリみたいなものを1個でなくて10個使用することで、今まで示してきた最高精度からさらに平均 10% ずつぐらい精度向上することが確認できているそうです。で、これは1個ずつの例を出したペアなんですけれども、フランスパリに対してイタリアはローマ、ジャパンは東京みたいなのが出てます。で、ビッグビッガーの例ですと1個目がミスってますね。スモールに対してラージャーが出ていて、ただこれは周囲の単語を見ても多分スモーラーとラージャーって多分周囲の単語は同じになっていて、そこは区別しきらないのかなというのがあります。あとはコールドとコールダーとかが出ているのはいいですね。で、アインシュタインとサイエンティストっていう、3行目のところを見てもらうと、メッシっていう、これサッカー選手ですかね、ミッドフィルダーが出ていて、モーツァルトのバイオリニストはちょっと気になりますけど、ピカソがペインターなんで、いいんじゃないですかっていう感じですね。あとは、全体にこんな感じですよ。大体いいんじゃないですかっていう関係が取れていて、 IBM の Linux とかがちょっと引っかかるのと、このなんだっけマクネリさんっていう人は、この行は、CEO ですね。CEO のリストが出てるはずなんだけど、Google に対して Yahoo が出てるっていうのと、このマクネリさんはサンマイクロシステムズ社の CEO なんで、IBM じゃないっていうのと、ちょっとあれですけど、大体いいじゃんねっていう感じです。はい。
でまとめになります。大規模分散フレームワークディストビリーフ上で学習率自動チューニングアダグラッドを使ってハイアラキカルソフトマックスを用いてニューラルネットワークランゲージモデルを実装しました。で、計算コストが高いヒドゥンレイヤーを削除したコンティニアスバグオブワーズモデルスキップグラムモデルを提案して計算コストが下がったため超大規模データセットから高次元のベクトルを計算することができて非常に高品質なこういう意味の計算までできるような単語ベクトルを得ることができましたということです。で、おまけなんですけど、単一の一つのマシンでマルチスレッドを使ってコンティニュアスバグオブワーズとかスキップグラムモデルを計算できる C++ のコードが、公開されているそうです。でなんとこの文献で報告されたものよりもさらに大幅に高速化されていて1時間あたり10億語のオーダーで計算できるとのことです。で、そのコードが出ているだけじゃなくて1000億語から計算された140万種類の固有表現のベクトルも公開されているそうで、この単語のベクトル表現は、最初に背景のところでも言いましたけれどもあらゆる NLPのタスクに応用で幅広く応用できると考えられるし、僕の研究だと例えば言い換えなんかにも当然使えると思うんで、これからこの応用が楽しみですねということで文献紹介終わります。はい。